じゃあ今日もね、マリオっすかね。今日はなんとゴロさんからねやっていこうと思います。ゴミですね、ゴミ。俺今ね、体調あんま良くないんすよね。風邪気味なんだけど、俺一昨日からね、あれ、うわ、ちょっと待ってこいつあれじゃん、知ってるぞお前のこと、何回踏み潰してきたことか。めっちゃこいつのことを覚えてるんだけど、これってさ、Wii のマリオにしかいなくない？あの、もし間違いだったら本当に申し訳ないんですけど、俺ね、あの、その一昨日がね、あれなんですよ。あの、前回のマリオの動画撮った時なんだけど、あれ撮った時からね、体調がマジで良くない。なんかずっとね、咳出るんですけど、未だに治らない。ここはスターコインなし、ここはプロペラ欲しい。なんか俺ここでワンプキノコ出す率めっちゃ高くない？あの、俺がね、その風邪気味になるとかね、めちゃくちゃ珍しいよ、ほんとに。俺マジで全然体調崩さない人だから。な、中学生になった頃あたりからめちゃくちゃ体が強くなって。俺最後にインフルエンザやったの。いやー、ちょっと待って、これあれだわ。スターコイン取るためにさ、一回こっち側行ってからの、こいつ踏んで飛んだ気にね、失敗は失敗できねえってわけですさ。あ、こういうことですさ。いや、マジなんか俺ほんとに中学生になった時ぐらいから、あの、体がほんとに強くて、あー、これあれだわ。動いてないと落ちていくってやつだわ。あれだ、あれ、あの、ワールド4の時にさ、なんかネジやったじゃん、くるくる回すやつ。あれと一緒だ。だ、本当に中学生の時から体強くなって、インフルエンザ最後になったの、あれっすよ。小学生の時だから。マジそれから一回もね、インフルになってないんすよね。で、風邪ひいたらもうね、多分中学生がね、最後っすよ。あ、これ上に発射するやつだ。え、懐かしい。ちょ、ちょ、いや、なんか普通にただあれだったんだけど、上行くだけだったんだけど、何それ。いや、普通になんか、そう、こういうとこ行くのかなと思ったんだけど、これもしかしてあれ？ワンプキノコじゃねえ。スターコイン出てこないやつ。しょうもな。あ、これって持っていけんのかな？いや、持っていけないんかい。しかもスターコインあるんすけど、あれどうやって取るんだ？あれ、のこ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 だ。どけ。このお方をね、必要とするんですわ。まあ、こうすることによって、まあ、取れると。で、さらに、お前は用済みなんで、まあ、毒沼にでも落ちてもらって。いや、マジ、今ね、辛いよ。俺、動画で、正直言って撮りたくないけど、ストックないからね、撮らざるを得ない。あの、俺、ちなみに、俺、昔ね、あの、動画のストックめっちゃね、あの、貯めてる人だったんだけど、あの、本当にね、YouTube 始めて、おお、早い。運動神経いいな、こいつ。あ、こいつは遅い。下手くそだわ。昔ね、本当に昔、多分 YouTube 始めて、1年経ってない時ぐらい、俺2週間ぐらい動画のストック作ってたからな。もし、あの時ね、めちゃくちゃガチ勢でしたよ、YouTube。もう今はね、あるエンジョイ勢ですけど、俺前回どこまでやったんだっけ、ここ。あ、キノピオがね、後ろで、後ろっていうか上で泣いてるんですけど、まあ、あれはね、正直放置でいいですかね。あれ助けても正直いいことないんで。なるほど。いやー、俺これ下行こっかな。もうテレサのお城やったんで、こっちからやっていこうか。いや、俺これ風がさ、マジで治る気しないんだけど。で、俺マジで、あー、これスクロール式なんすけど、これプロペラ出てくるんで、ここワンチャン隠し。あれ、なんだっけ、こいつ。なんか知ってる。あれ、なんか俺、これのメット版知ってるんだけどさ、なんか上に乗ってたら、あ、違う、メットとはちょっと違うわ。あ、なんかね、その空飛ぶ、乗れるメットいるんだけど。あの、あいつはね、なんかずっと乗ってるとね、勝手に上飛んでいくのよ。いや、これさ、プロペラあったらめっちゃ攻略楽になると思うんだけど、ちょっと取れない。なんか俺こいつね、記憶にねえは悪いけど、メットはね、普通に覚えてるんだけど、こんなやついたんだな、ウィーの周りを。こいつ名前なんて言うんだろうな。なんか結構気持ち悪い。これあれっすよね。エイがモチーフですよね。いや、俺今ね、なんて言おうと、こいつのせいで言うこと忘れた。なんか言おうと思ったって、マジで。あ、そうだ、俺がね、あの、最後にね、マジで体調悪くしたので、あれっすよ。成人式の時っすからね。俺今年が成人式だったんだけど、いや、成人式終わって家帰ってきたら、なんか体調悪くなって、頭痛くなってきて、なんと微熱出て、あ、ちなみにコロナはね、陰性だったんですけど、いや、ちょっと待って、コロナって言わない方がいいかな。なんか YouTube 昔さ、コロナって言うとさ、収益剥奪されたじゃん。あれ、ここヒップドロップできないの？あれ、ここなんか隠しブロックみたいなのがあって。え、待って、これ下ってどうやって行くの？あー、いけた。あ、ちなみにこれパイ持ったら何が起きんの？これワンチャン上にスターコイン。消防。スターコインぐらい落ちてくれてもよかったのに。
今ってコロナっていうワード動画内とかその動画のタイトルとかで使うとどうなるんすかね。昔は収益がねなんと剥奪で、まあ、されてたんですけど、あれ剥奪されてどう言ってたんだろうね、その収益って。あれコロナのあれに寄付とかだったのかな。まあ、だったらねいいですけど、まあ、ちなみに僕がねこんなコロナのあれで収益どうのこうの言ってますけど、まあお金なんかほとんどもらえないんで、はい。あのマジで、ああ死ぬかも、マジで俺金もらってないっすからね。あの本当に一動画頑張って100円とかじゃない、マジで。あの100再生ごときでお前金もらえると思うね、マジで。 YouTube 甘くないからな。これもう地面ないんだけどさこいつの上に乗ってくんでは、なんかこいつ全てがねキモいな、受け付けないな、正直こいつのこと。これワンチャンここのさ足場の下にさスターコインあるんじゃないかなって思ったんだけど、まあさすがにそれはないで、スターコインあと1枚取ってないんですけど、もう多分ここ入ったらゴールなんじゃないか、俺の予想なんだけど。いやゴールだよな、ワンチャン。ああ俺分かった、これ絶対ここにスターコインある、見とけよ。ああなんかあった、これ絶対なんか、いやここら辺にさスターコインあるのかと思ったけどさ、なかったんだけど、最後の1枚どこにあんのかわかんねえ俺ね加湿器欲しい、加湿器あったらめっちゃ楽だろうな。お風呂場にいる時ねめっちゃ楽だったもん、空気湿ってるから。でもうねなんとボス行けるんですけど、これボスの行き方がね下の一本道しかないと、これパックンと当たったんじゃないか、ね、あこれも多分強制的にパックンと当たるんすわ。もうお前と戦ったってキノコ3つしか生まれないんだって何も嬉しくねえんだって、キノコ3つもらったところで。うわこれマジでお前俺に当たってくんね、これプロペラで言ったらめちゃくちゃ楽だぞ。お城、あのこのゲーム最強のアイテムって俺プロペラだと思うんだよね、マジでプロペラ最強でしょ。はい見とけよ、もらえるものはキノコ3つ。死ね、ザコ。というわけで、やっていきましょうか。ラストオブエデン。ラストオブいや、マジで買いすぎ、誰か買ってくれ。マジで俺本当にさ、アマゾン欲しいものリスト1回でいいから貼ってみたい。いいよな、貼ってるやつって。絶対取らないからな。うわーこれ待って。ワンチャンバグできるかもしれん。あのね、俺ね、今日調べたんですよ、その無限ワープできるバグどうやってやるのか、お城でできるやつ。あのマリオっていくつかねその無限ワープバグあるんですけど、僕がね言ってるやつはあの無限にねコインを生み出すっていう、そういうバグなんです。それでね無限ワープするんですけど、あのそれの無限ワープのやり方ね、なんと2人いないとねできないんですよね。はい、ぼっちの僕じゃできないってわけですわ。まあ、一応コントローラーねもう1個持ってるんで、まあ、頑張ればねできるんですけど、頑張りたくねえわ。あれ、ちなみになんですけど、あのねマリオのその無限ワープバグって俺の知る限りだと、あの全部ねやっぱここなんかあるような、こういうところってね基本なんかあるから、あのねなんかね全部ね俺の知る限りなんだけど、あれなんすよね、全員なんか2人じゃないとできない感じなんすよね。ぼっちにはね厳しい仕様なんすか。それはぼっちザロックっていうなんかアニメがあるじゃないですか。俺あれ見たことないんだけど、あれって面白いよ。俺最近なんかアニメ見ようかなと思ってんだけど、あ、それ今ね、呪術廻戦のね、2期始まってるらしいっすよ。なんか何の告知もなしに始まってるんだけど、あれ。マジ気づかなかったわ。アマゾンプライムでもね、やってるらしいんで、俺後で見ようかなと思うんですけど。ちなみに最近アマゾンプライムのあれがね、はい、切れました。あ、そういえば今ね、プライムで来てるんだけど、買いましたよ、1個商品。パソコン関連の。ファン買ったんですけど、いや、マジでちょっとね、俺ね、いつかさ、実写撮りたいんでパソコン作る動画とかさ、撮ってみたいんだよね。マジでいいよな、ああいうの。本当に一回なんか記録としてさ、残したいんだけどさ、誰かカメラ買って。GoPro とかちょっとさ、使ってみたい。なんかそういうの手に入れたらさ、なんかマジ虫撮り動画みたいな。そういうの一回でいいから撮ってみたい。あと心霊スポット行ってみたとか。マジで一回だけやってみたいんだよね、その心霊スポット行くやつ。マジで行ってみたい。でも怖い、正直。マジでね、本当に超絶軽めなところがいいわ。あのね、うちのね、近くに、心霊スポットもどきみたいな、なんかそういうところあるんだけど、なんか噂でちょっとここで人死んだみたいな、そういう噂が立ってる場所があってね。俺昔一回行ったんですよ、友達連れて。真っ暗で怖くてすぐ帰ってきちゃった。いや、マジでね、俺、ビビるよ。俺ほんとにね、うわ、こいつワンワン連れてるんだけど。あー、これなんか俺覚えてるぞ。
これワンワンがこいつのこと引っ張るんじゃないか。これ何してくるんだ一体こいつは。これ絶対ワンワンでかくなるって。はい、俺の様子は当たったからお前の負け。あれこれさ。あ、これあれだよ。直進してくるだけだよね。なんかこれさ、なんか正直言ってさ、簡単じゃないか。なあ。ワールド4とさ、差がありすぎじゃないマジで。ワールド4とここ入れ替えろよ。難易度圧倒的に違うだろ。これ一応お城ですからね。もう僕クリアしちゃったんですけど、一回も死ぬことなく。はい、というわけで、ワールド6に来ました。なんともうすでにね、一回来てるんですけど、いや、ちょっと今日はもう、終わりでいいっすかね。ちょっとマジで体調がよろしくないんで、また治ったらやりますわ。まあ今日は珍しく俺の体調悪いところが見れたって。ことで、まあ貴重映像っすよ。はい。